じゃあ行きます。3、2、1。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打っておりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオ、うん、久々に、久々の20時に20時、月曜日の20時に収録を開始しておりますが、そうだね、うん、はい、第何回だろうな、90、うん、ほにゃらら会。90ほにゃらら会。まあ、やがて100回ということで。はい。はい。収録をさせていただいております。はい。はい。沖縄地方はちょっと台風が近づいておりまして。うん。はい。でもどうかね、来るかな。ちょっと微妙にね、それてるんだけど。うん。先島地方っていうんですか、うん、宮古とか八重山、うん、あ、そっか。石垣。あの辺がね、ちょっと、うん、しっかりめに直撃しそうなんで。うん、ラジオ聞きのね、石垣島、宮古、まあ離島のね、うん、沖縄地方でも離島に住まわれてる方はちょっと台風ね、ちょっと気をつけてほしいところですけれども、はい、まあ、この放送がね、なんていうのか、本放送がされてる頃にはもう通り過ぎてるはず、うんうん、で海のね、なんていうのか、台風が来てなかったから海水温高めで、うん、今回のね、この台風3号かな、うん、でちょっと海ちょっとかき混ぜられて、ちょっと海水温も落ち着く可能性があるのでね、うんうん、今毎日のように35度36度の、そうね、もう体温超えって言われてる、すごい暑さが、猛暑ってそうそう続いてる、いつも書いてあるね、けれどももしかしたらちょっと過ごしやすくなるといいなという、そうだな、淡い期待を抱いてますが、本当に皆さん熱中症にはね、うん、マジでくれぐれも気をつけていただいて、気をつけても、うん、エアコンをいい感じで使って、うん、ちょっと電気代も上がってるって聞くけど、うん、でもこればっかりはしょうがないよね、うんうん、ちょっと乗り切りましょう、うんうん、で今日のね、メンヘラトークコーナーではね、なんか、うん、なんか意外と夏に食べるといいって言われてるさ、うん、ある食べ物がございまして、そちらをテーマにね、うん、ちょっとお送りしたいと思いますので、はい、ぜひ皆様、ツイキャスでもね、ご参加ください。はい、では、メンヘラジオ始まります。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。早速、はい、ツイキャス、サッチーさん、こんばんみー、サッチーさん、お久しぶりです。こんばんみー、久しぶりです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかね、ツイキャスの画面にね、うん、なんだったっけな、お、電波がちょっと遅れてますみたいなのが出てるけど、あ、ほんと、まあ、つながるといいですね。まあ、そればっかりはね、気にしててもしょうがないんで、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、では、早速ですが、メンヘラトークテーマの方、うん、発表させていただきたいと思います。どうぞ。はい、本日のメンヘラトークテーマは、好きな天ぷら、おすすめの天ぷら屋さん。はい、はい、なんかね、これさっきも冒頭でちょっと話したけど、うん、なんか魚介とかさ、野菜がさ、うん、天ぷらって結構使われてたりするじゃん、うん、野菜天ぷら沖縄だってあるし、うんうん、まあ、もずく天ぷらもそうかな、うん、で普通に日本本土風の天ぷらで言ったら結構ししとうとかさ、あー美味しいね、うん、
レンコンとかもあるか。シシト美味しい、レンコンもうまい、うん、だから野菜が使われてる、うん、魚介野菜が使われてて、うん、これ夏バテ予防に食べるといいとされている、うんうんうん、で、この収録日、うん、本日、今日は7月の22日か、うん、が、なんか天ぷらの日って、あ、今日がね、そう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 、今日、あの収録日がね、収録日の7月22日が、うん、っていうこともあって、うん、沖縄もね、上間天ぷらとかさ、ファミマとコラボしてるじゃん、うん、で有名な天ぷら屋さんあちこちあるじゃんね、地元にも多分、うん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 、皆さんお住まいの地域にそれぞれあるかと思うんですけれども、うん、まあそこのおすすめの天ぷら屋さんですとか、うん、好きな天ぷらの具材ですとか、うん、そういったことをちょっと共有してね、うん、厳しい暑さが続いてるのでね、今年の夏は、うん、その美味しい天ぷらを、うん、の情報をちょっとみんなで共有してね、うん、ぜひ夏バテ予防にちょっと食して、うん、いただきたいと思って、こちらのテーマにしております。はい、はい、でメッセージもね届いているので、ちょっと先に、はい、メッセージ読ませていただきたいと思います。失礼しました。はい、では、メンヘラネームうどん県大好きさんより、うどん県大好きさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私の好きな天ぷらは鶏天です。あ、鶏天ね、はい、うん、うどん屋さんでいつも注文しています。うんうんうん、私が行っているうどん屋さんにはポン酢の鶏天があります。うん、とのことです。え、鶏天ってさ、鶏天ってさ、うん、胸肉かな、あれ。いや、わかんないけど、ケントさんもめっちゃ鶏天が好きでね。鶏天好きだよね、ケントさんね、うんうん、で、そのなんていうのかな、うちら普天間に住んでるんですけども、昨日は普天間に、うん、で、ケントさん、まあ沖縄の天ぷら屋さんで鶏天ってめったに見ないんだけど、うん、まあ魚とかイカとかさ、うん、もずくも、もずくとか、ああ、ね、まあ、沖縄天ぷらっていう、うん、いわゆる言われてるようなね、うん、みんなが思い浮かぶようなものが多いんだけど、まあ日本、まあ本、なんて言ったのあれ、日本式、本土式の天ぷらって比較的鶏天あるじゃんね、うん、で普天間にはね、あの普天間流坊の、うん、に併設というかしてる、うん、お蕎麦屋さん、新次郎さんだったかな、うん、十割そばのお店、うん、新次郎さんの、天ぷらがマジ結構好きで、あそこの鶏天は、うん、注文しちゃいますね。うん、そうだね、うん、注文するし、そうそう、なんだっけ、あれスーパー行っても鶏天結構見るよね、健太さんね。あのね、三栄のこれもまあ地元宜野湾市コンベンションシティに行くと、うん、たまに鶏天がね、うん、お惣菜で売られてて、うん、鶏天買っちゃうね、うんうんうん、でも あの辺のユニオン、コンベンションシティの近くにあるユニオンにも鶏天あったような気がする。そこでユニオンの鶏天も美味しい、うん、あ、そうだね、ユニオンで結構買うと思う、はい、うん、鶏天好きですね、僕も。美味しいよね、はい、美味しいですよね。あのね、夏美さんはね、夏美さん、はい、夏美さんはね、うん、ね、あれが好き、うん、芋天ぷら。芋天ぷら好きね、夏美さんね。芋天ぷら好き、うん、でも芋天ぷら好きな人は多いんじゃない？うん、うん、子供の頃からね、やっぱりなんていうのかな、健太さんイカ天ぷらとかさ、やっぱりちっちゃい頃苦手で、で野菜もね、うん、まあ子供だからね、お子様ですから、お子様ですから、ああいう野菜天ぷらも苦手で、うん、でもね、お母さんとかね、家族がかかってくるじゃんね、うん、そしたらやっぱり芋天ぷら、気利かせて買ってくるのよね、子供たちで。だったら芋だったら食べれるでしょうと、うん、お芋の天ぷら、まあよくちっちゃい頃から食べてて、うん、まあ39になった今でも、うん、お芋の天ぷらは大好きですね。あ、美味しいよね、美味しい、美味しい、ね、でちょっと甘くてね、うん、ケンタさん好きな天ぷら屋さんで言うとね、うん、皆さん結構大島の天ぷら屋さん、うんうんうん、まあ有名よね、沖縄で言うと、まあそこ、そうそうそう、
観光客の方もねいっぱい来る、うん、であって猫がやたら多いっていうね。猫多いねで天ぷら屋さん、大島の天ぷら屋は有名だと思うんだけど、うん、まあそこも嫌いじゃないんだけど、うん、あの健太さん那覇に住んでる時にね、うん、あのあっちよく通ってたの。農連市場、那覇のね農連市場がある、うん、農連市場側って言ったらいいかな、うん、太平通り商店街ってあるんだけど、海南の方に、うん、方から行くとね、うん、すぐ近くに上原パーラーさんかな、うん、あそこの、天ぷらは好きでよく行って、うん、それこそ芋もお芋も美味しいし、うん、魚もイカも野菜ももう置いてある天ぷらは、うん、大概食べた食べて、はい歩いてね、ちょっと僕生活訓練施設、ギャンブル依存症の回復施設にね、うん、通ってる時期があったので、うん、よく行く時、帰る時とかね、うん、ちょっと小腹を満たしたいなっていう時に、うん、上原パーラーさんが空いてたら、うん、ちょろっと寄って買って行ってましたね。夏美も食べたことあるけど、うんうんうん、美味しいよね。美味しい美味しい、うんうん、イカ天も好きかな。ねえ、いいね、うん、あ、ツイキャス来てます。はい、はい、サッチーさん、サッチーさん、はい、テーマ好きな天ぷら、うん、とイカ天ぷらが好きかな、あとエビ天も好きってことですね。イカ天ぷらも美味しいね。イカ天ぷらもエビも美味しいよね。美味しい、やっぱりね、うん、ケスさんでも沖縄天ぷらももちろん好きなんだけど、うん、日本式の普通ね、うんうんうん、ちょっと美味しいやつも好きです。衣が薄いやつ、そうそうそう、薄いやつね。それこそ普天間の新次郎さんで食べれるそば、うん、天ぷら、天ぷら、うん、大好き。美味しいよね。美味しい。やばい、沖縄大好きさんからも来てるよ。お、沖縄大好き、こんばんは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 で、好きな天ぷら、おすすめの天ぷら屋さん、うん、で好きな天ぷらは、うん、イカ天ぷら、魚天ぷら、うん、芋天ぷら、もずく天ぷらみんなやっぱり好きなの煮るよね。ね、煮るね、うんうん、でもまあ天ぷら屋さん行ったらね必ずあるから、うん、やっぱり人気の商品なんだよね、うんうん、で久しぶりに配信見れて嬉しいっすって ありがとうございます。ハサハサしてくれてるよありがとうございますなんかここ最近いろいろあったいろいろあった、そうそうそう、で夏美さんにね教えてもらって食べてうまかったスーパーの天ぷらがあって、うん、なんか教えたかいね。はい、多分ユニオンだと思うんですけど、うん、味付け卵の天ぷら、あ、丸いやつね。そう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 、もう丸のまんま、そう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 、卵をそのまま、ね、天ぷらになってるやつ、やつ煮卵天ぷらみたいなやつ。そうそうそう、煮卵天ぷらだね、うん、あれとっても美味しいね。美味しいね、うん、皆さんユニオンで売ってますんであれ、あ、でもたまにか、うん、毎回あるって感じではないんだよね。うん、毎回あるって感じじゃない、うん、いつも行ってあるっていう感じではないんですけど、うん、見つけた時もしね、煮卵天ぷらうまいんで、幼稚ケラーよ、うん、美味しい美味しい美味しい、うん、おすすめ。あとあれも好きじゃない、ウインナーとインゲンとか入ってるやつも結構美味しいね美味しいねあれうまいね。ソーセージか、ソーセージとインゲンと人参が入ってるやつ、うんうんうん、あれ絶妙なバランスなんだよな。あれなんか見ると、あ、沖縄って感じがする。うん、確かに確かに美味しい。沖縄のオードブルとかにも必ず入って、なんか小さい時からインゲン抜いて食べてたりとか、人参抜いて食べてたりとか、そういう思い出がちょっと蘇るけど、うんうん、あれ美味しい ね、うんうんうん、あれもユニオンでね、うん、たまに見るけど、うん、美味しく、はい、食べさせてもらってます。沖縄大好きさんから、はい、おすすめの天ぷら屋さんはやっぱり上間の天ぷらと、うん、大島の天ぷら屋さんって。ああ、やっぱりね、うんうんうん、美味しいよね。大島の天ぷら屋さんはさ、うん、チーズか、何かわからないけど、うん、チーズの天ぷらとかもあった気がするんだよな。あ、本当？それが好きだった気がする。へえ、それ食べたことないかも。かまチーズかまぼこ、うん、まあ、なんかチーズ系の天ぷらあった、うんうん、でもそうね、本当にうちなんちゅがやっぱり聞いてね、うん、おすすめするのってやっぱり大島はとかね、まあ、上間天ぷらさんは絶対出てくる ね、 いいね、うん、でそんな中健太さんは上原、はい、上原パーラーを押します、おすすめ、はい、押します押します押します、は
あ、夏美はちょっと喉がくっついたんで水飲んでいいですか。はい、どうぞどうぞ。ちょっと喉を潤しながら水分補給はね、本当に、うん、つい最近ね、本当に熱中症かな、なんか職場のねベランダで一服してたところ、下見たら交差点の方でね、うん、倒れて解放されてる人、すぐまあ救急車が来てくれたからよかったんですけど、いたんですけどね、うん、皆さん本当に熱中症にはマジで気をつけて、本当に信じられないぐらい暑いからね最近ね。そうよ、本当暑い、うん、もうさ、夏美さん、ちょっと外歩いただけでさ、サンダルで歩いただけでさ、うん、足の裏が暑くてさ、うん、もう焼けるかと思って大変だった。サンダルで歩いた方が暑いんだ。うん、うん、いや違う違う違う、足の裏が擦れてさ、それ暑さ関係ないんじゃないかっていう話だけど。マジで関係ない。足の裏擦れてるっていうのはもう擦れてるってだけだけど、うん、いやもう外の暑さも相まって暑い。ああ、なるほどね。うん、結びつけてみました。うん、夏美さんはちなみに何かおすすめの天ぷら屋さんってあるの？天ぷら屋さん、うん、なんだろう、天ぷら屋さん、パッては思い浮かばない。パッて思い浮かばない、あの、うん、でもあれやっぱり、うん、あの龍坊の隣のそば屋さんの天ぷらは美味しかった。あ、龍坊のね、うん、どっちが好きとかある？沖縄風天ぷらと、うん、あの日本の本土の方の薄い衣の天ぷら。あ、どっちも好きよ、どっちも好きなんだよな。あの天つゆつける方じゃんね、あの日本式のっていうのは本土式の、うん、ああやって天ぷら天つゆに浸して食べるのも好きだし、うん、うちな天ぷらみたいにそのままね、なんか衣に味がついてて食べるのも美味しいね。しいし、おばあちゃんが作る天ぷらとかも好きだったな。うん、天ぷら、砂糖天ぷらも天ぷら、サーターアンダギー、サーターアンダギー、まああれも天ぷらじゃない、あのそれこそ上原パーラーさんに売ってたはずよ。そしたらさ、あの三栄にさ、うん、三栄に売ってるさ、うん、あの中に紅芋とかのあんが入ってる砂糖天ぷらがある。知らない。ちっちゃいこれぐらいの、うん、ドーナツだよね、本当に。そうそうそう、サーターアンダギーで、うんうん、中にあんが入ってるのがあって、あれも美味しい。あ、それはちょっと知らないんだ。今度じゃあ買おうね。あ、はい、ぜひお願いします。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、で7月22日はね、なんか24節気24節気、まあどっちか読み方は分かんないんだけど、うん、とも呼ばれてている、なんか暑さがねちょっと、うん、なんちゃらかんちゃらみたいな、すごいすごい情報だな。ぼんやりとしか分かんないですけど、はい、まあそれにちなんで、うん、アンジェラさんで24節気恋歌。節気ってこう書くんだ、節気ってこう書くんだ。サッチーさん、ありがとう、おすすめの天ぷら屋さん。あ、これあれ読めないね。ん、大島の天ぷら屋さんと、うんうん、八重瀬町港側にある天ぷら屋さん、うん、港側にある天ぷら屋さん、港側、八重瀬町の港側にある天ぷら屋さん、天ぷら屋さん、八重瀬って南部、南部南部南部、なんていう天ぷら屋さんだろう、ね、名前なんだろうね、うん、いいね、いろんなとこでやっぱみんな天ぷら食べてんだね。食べるよ、やっぱり沖縄の人天ぷら好きだもん。そうだね、うんうん、なんか暑いからなかなか天ぷらって思うけど、うん、作るのは大変だけどね、ほんとね、作るのは大変、お母さんたちは大変かもしれない、うん、お店の人も、ね、お店の人もなかなかだけど、でも食べるのはほんと美味しい、いつでも美味しい、季節関係なく、うんうん、だってさ、うどんとかに入れたりとかさ、うんうん、何でもいいんじゃない。天ぷら皆さん何で食べます？あのそれこそ沖縄の天ぷら、夏めんつゆつけちゃうよ。沖縄の天ぷらでもつけると思う。魚とかいいかよ、あのあのそうめんとかで出てきたら、うちさ結構そうめんに天ぷらって出てきてたわけよ。はいはいはい。でめんつゆ、あ、めんつゆにつけて、それにちょっとつけて食べたりはするよ。うちはね、うん、あの沖縄式の天ぷら食べるときは、あの久我池ではね、久我池ではウスターソースだったの。あー、ソースね、うんうん、ソースか、あんまりやったことないかも。イカリのウスターソース結構美味しいのよ。
なんかさ、うん、必殺技みたいじゃない。怒りのウスタスースって。ウケる。怒りのウスターソース。なんか久しぶりにウスターソースで天ぷら食べたくなってきたな。野菜天ぷらとかもね、うん、ウスターソースかけて食べるとなんか食べれた、うん、ちょっと成長していくにつれて。ウスターソースも美味しいってこと？そうそうそう、ウスターソースが美味しくてね、うんうん、ウスターソースかけてたら食べれるみたいなね、うんうん、野菜のなんか風味というかごまかされるさね、うん、苦味だった美味しいね、うん、まあ、塩で食べるのもいいけどね。あ、塩で食べるのもちょっとなんかいいね。大人だよね、なんかね、塩で。普通な感じ、うんうん、確かにな、うん、天ぷらさ、あのさ、うん、作ったことあるんだけどさ、うん、あんまり上手にできなかったな。その時は美智子さんに手伝ってやってもらったんだけど、はい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 、あ、お母さんにね、ご実家でね、うん、うん、なかなか作るの難しかった。うん、とかお母さんたちは大変だねと思うよ。やっぱりね、あの奥さんとして作ってもいいんだよ。言っとくけど、奥さんとして天ぷらを作る。はいはい、作ってくれてもいいんだよ。天ぷらって買うものじゃないの？なんかそれも。だって天ぷら作れんし。挑戦するか。はい、では、始めますよ。はい、メンヘラ嬢エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、本日は好きな天ぷら、うん、天ぷら屋さんについて、お話ししてきましたが、うん、まだね、夕飯実は我々、収録時間今夜の8時を過ぎ回ったところなんですけれども、はい、まだ夕飯食べてなくてですね、はい、なんか天ぷら食いたくなってきた。あ、ほんと？うんうん、ちょっと多分これから収録の後ね、スーパー行くと思うんだけど、うん、ちょっと天ぷら見ちゃうよね、多分。多分見ちゃうね。そうね。でもまあさすがにね、もう遅いからね、残ってないかな。夜中やってる天ぷら、ファミマの上間天ぷらかな、うん、あるとしたらね。ね、あのさ、全然関係ないけどさ、うん、はいはい、天ぷらにさ、アイスクリームつけたら美味しそうじゃない？関係なくはなかったけど、ちょっと。おかしい、急にどうしたその発想。いや、なんか、うん、あの夜のアイスとかあるさ、最近。ああ、なんかそういったアイス屋さんあるね、流行ってるさ、なんかデザート、クレープ屋さんだったりアイスクリーム屋さんだったり、はいはいはい、天ぷらにつけたら美味しそうと思って。ああ、結構な冒険ではあるけど、でもなんか魚天とバニラアイスなんか合いそうな、合いそうじゃない気がしてやまないけど、でもどうなんだろうな、魚の、魚と未知との遭遇じゃない、牛さんでしょ、言うたら、うん、どうなんだろうな、怖いけどな、結構な冒険になりそうだけど、結構な冒険だね、そうだね、うんうんうん、あ、でも芋なら全然なんかいけそう。まあまあ芋はね、芋はいけそうね、うん、芋天ぷらだったら普通にあるじゃん、なんかお芋とバニラ、うん、なんか全然スイーツとして成立しそうではあるけど、うんうん、お芋天ぷらと、あ、サッチーさんからさっきの天ぷら屋さんの情報が来ましたよ。お、ありがとうございます。サッチーさんからね、つい音楽曲紹介中にね、ちょっと喋ってたんだけどね、もう一回読もうね、はい、サッチーさんのおすすめの天ぷら屋さんは大島の天ぷら屋さんと、うん、八重瀬町港川にある天ぷら屋さんかな、はいはい、って言ってたんですよ。そうそうそう、それで僕らがね、うん、あの港川の方のね、うん、天ぷら屋さん、どんな、あ、なんていう天ぷら屋さんだろうっていう話してたんですよ。そしたら今八重瀬町港川の天ぷら屋さんでググったら、うん、天ぷら刺身よし鮮魚店さんだって。よし鮮魚店さん、よし鮮魚店、うん、っていうのだって刺身とかも。でもそれこそ八重瀬、まあ大島方面行きながら、うん、八重瀬のそのよし鮮魚店さん、うん、よって
天ぷらの味比べするのもいいかもしれないね。いいね、うんうんうん、両方買ってな。そうそうそう。しかも大島にも一個だけじゃないさ、天ぷら屋さん。あ、そうだね、何軒かあるさ、うんうん、あるね。なんか人がいっぱい並んでると別のね、その大島にある別の天ぷら屋さんに行ってみたりね、行くみたいなね、うんうんうん、買えるところで買ってちょっと食べ比べいいかもしれない。そうそう、あの内地の方ってすごいよね、本当に並んで何でも買うからさ、うん、そのなんていうのかな、バイタリティ、バイタリティと言いますか、なんていうの、あ、言ったら暑い中、この夏だとしたら暑い中立って待つわけじゃん、クーラーもない場所でね、うん、すごい根性あるなというか、並ぶ人たちは並ぶね、うん、すごいよ、いや、すごい並んで、うん、俺並べない並べない並べない、並んでまでは買おうと思わないそうね、うん、なかなか肌がね、はい、厳しいし。では本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村なつみと中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はいはい、ポン、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、スイキャス、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか久しぶりの収録だったから、これさ、はい、あのこの棒あるじゃない、 FM ギノさん、揺らしたらはマジで、あ、ごめんなさい、FM ギノさんで借りたこの自撮り棒みたいなやつがあるんだけど、うんうん、結構左腕が重い、痛い、疲れた。あ、じゃあ手で持ってる方が、そのまま直接手で持ってる方が、あ、どうだろうな、いい、楽、うん、でも重い、あ、でも持ちやすいであるね、持ちやすいけど、まあいいのかな、これはこれでいいのかもしれない、まあ、あの試しつつやっていったらいいのかな、うん、ありがとうございます、FM ギノンさんもいつもはい、じゃあまた、はい、お疲れ様、お疲れ様です、またね。